韓国政府は徴用工問題の解決の見返りとしてホワイト国の復帰を勝ち取り外交の成果を国内にアピールしたい思惑があるとみられる。 パク氏は韓国国内の記者会見で韓国側の努力にこうした日本側の誠意ある措置があってこそ問題をうまく解決できると述べ日本政府の協力を促しているいだから誠意ある措置っていやいや誠意ある措置は全部韓国側がまず示さなきゃいけないんですよ仏像どうなってんだよと輸出の管理どうなってんだよ<え>慰安婦基金の重力どうなってんだよって全部こっちが詰めてんだから日本側が誠意ある措置いやいや誠意ある措置あんたら出せって話だからこっちは詰めてる側なんだから なんでこっちすごいよねこの日本の立ち位置全部詰めてんですよだから日韓関係がスタックしてるってそこなんですよこれがいいんですこのぐらいの距離感がいいんですよ 問題解決してね仲良くしましょう夢中とかねそりゃ良くないんですよそうすると今度韓国の要求全部聞かなきゃいけないっていうね韓国の無理難題を常に聞き続けるのが日韓友好っていうそんなねじ曲がった日韓友好はいらないんですよお互い国益の範囲内でね受け入れるものこれは国益に照らし出して受けられない普通に双方が言えばいいだけなんですよところが無理難題をねとりあえず謝ってくれさえすれば全部解決すると頼むと謝ってくれてそう謝謝ったらのと謝ったすぐと 瞬間誤ったの金出せってくるわけですからこうやって慰安婦問題ドツボにはまってたわけだからねだから向こうがお願い頼みやすここだけやってくださいっていうのを、ね、理由なく譲歩したらそれは危ないんですよこれは安倍さんがしっかりと地雷を埋めてくれたおかげですよ日本は詰める側ですから全部の点について韓国から詰められるネタなんかないんですから誠意を示すのは向こうですこっちは被害者ですからね言っときますけど仏像返せよって話ですからね